デヘラードゥーンは、インドのウッタラーカンド州の冬のシュートである。2011年現在、の人口は約58万人。2000年に、ウッタラーカンド州が成立したとき、デヘラードゥーンが、暫定シュートとされた。その後2020年6月に、デヘラードゥーンを、冬のシュート、ゲールセーンを、夏のシュートとすることが正式に定められた。日本語では、デヘラドゥーンや、 デラドゥンと表記されることも多い。デヘラドゥンは宿教、第七代グルであるグルハルラーイのこのラームラーイによって1676年に設立された宿営地が元になっている。当時この地はガルワール王国に属していたが、ガルワール王はラームラーイにドゥーン渓谷の一部の土地を寄贈した。ドゥーンに作られた宿営地であるため、宿営地の周りに発達した町は、 デーラードゥーンと呼ばれた。デヘラードゥーンには、ラーム・ラーイに捧げられた寺院がある。ホーリーの5日後に、毎年ジャンダーメーラという宿教の大きな祭りがある。18世紀には、ローヒラー族に支配され、この時に町は大きく発展した。その後支配者は何度も交代した。19世紀に、ゴルカ王国に支配された後、スガウリ条約によって、 デヘラードゥーンを含むガルワール東部はイギリスの支配下に入った。イギリス統治下で1900年にハリドワールとの間に鉄道が開通し、一帯はリゾート地として発達した。第二次世界大戦中、イギリスはデヘラードゥーン郊外に2つの収容所を建設し、イタリア人やドイツ人を収容した。この施設に収容された有名な人物に、セブンイヤーズ・インチベット検索の作者である。 ハインリヒハラーがある。心臓発作を起こした、ネルー首相は療養のために1964年5月にデヘラードゥーンを訪れた。ネルーは5月26日にデリーに戻ったが、その翌日に死亡した。2000年にウッタラーカンド州が成立した時デヘラードゥーンは暫定州都とされたが、ゲールセーンを州都とすべきであるという意見も強く、暫定でない州都はなかなか決まらなかった。 2008年に調査委員会が設けられて5つの候補地が検討され、デヘラードゥーンが最も適当であり、地震の危険が大きいゲールセーンはシュートに向かないという結論が出された。2020年にデヘラードゥーンが冬のシュート、ゲールセーンが夏のシュートと決められた。夏と冬でシュートが2つあるのはインドで、ジャンムーカシミール州に続いて2つ目である。ムースリーなどの必勝地。 著名な寺院などがある。デフェラードゥンには、チベット仏教寺院である亡命ミンドルリンデラ、及び、ダライラマ14世に捧げられた、高さ103フィートの仏像がある。欠片の気候区分では温帯であり、冬季厚木、雨器の3つに分かれる。冬季は最低気温も摂氏10度を下回る日が多く、適度な降水のある冷涼な気候である。市街地で、雪が観測されることは、 ほとんどない。夏季は5月前後であり、インドの他都市同様に雨季に入る前に1年で一番暑くなり乾燥し、摂氏35度超えの日も多い。6月中頃から9月までは本格的な雨季で、特に雨季の中盤の7.8月は、インド国内でも有数の降水量を観測するほどの莫大な雨が降る。極端な高温は、雨季の期間中は珍しく、 高温多湿な期間である。インド国内の他都市と比べて寒気と呼べるほどの乾燥した月は短い。2011年南アジア冬季競技大会が開催された。開会式、アイススケート、アイスホッケーがデヘラードゥンにて行われ、スキー競技は近郊のアウリにて開催された。ありがとうございます。